皆さんこんにちは。風を感じてヒューのリムリョン。キムジヒョンちゃんです。ちゃんですかね。いつまでちゃんですかね。死ぬまで。死ぬまで。もう認めますよそれは。じゃあ皆さん本当にお久しぶりです。お久しぶりです。皆さんいかがお過ごしでしたか。お元気ですか。風を感じてをいつも見てくださる方々はもうヒューのことをよくご存じる方だと思いますけれども。普通私たち の、 あの YouTube のチャンネルを見てくださる方の中ではまだ、定期的じゃなかったんですけれども、この風を感じての、見えるラジオを見てくださった方がちょっと少ないんじゃないかなと思いますね。でも今日はあの普通の、チャンネル登録をしてくださった方々にも、含めて皆さんに挨拶 したくて、この番組を作ってみました。じゃあまずですね、ヒューのオフィシャルの YouTube のチャンネルの登録者が、もう 2,3 ヶ月前ぐらい4万人突破しました。ありがとうございます。もう4万人超えまして今、はい、今日見たのが4万1000人ぐらいかな、はい、1000人ぐらいですね。それが一番大きいのが、うん、あの日本の歌20曲のメドレーですね。メドレーのことで4万人が会えてとても嬉しいと思います。4万人の方と会えて本当に嬉しいですね、はいはい、今日本の歌の20曲は今何回ですか、うん、再生がですね、はい、あの全部含めて630万回ぐらいです。あ、すごいでそれで実はですねもう2ヶ月ぐらい前あの4万人突破したし、600万回以上再生達成して、でそれを記念でこの番組を撮ろうと思ったんですけれども、はい、実は本当に皆さん、申し訳ございませんが、いろんな音でですね私たちが今カフェもやってるし、でコロナが終わってから、あちこちなんかイベントの出演とかアルバムの録音とか、そういうことがありましてバタバタして、ちょっと撮影するのが遅くなりまして本当にすみませんでした、はい、なかなかあの新しい曲やヒューの音楽の活動を、うん、なんか YouTube 投じてアップロードしてなかったことを本当に申し訳ないなって思いますけど、今からまたヒューが頑張って皆さんに会いたいんです、ね、うん、今見えるところがこの場所ですね、はい、うん、この場所は定期的にヒューがコンサートしてるところだし、ミニライブですね、はい、うん、だしあの普通お仕事がない時はカフェもやってます。そうですね、皆さん遊びに来てください。もうあのヒューのリュウは今もうバリスタになってますので、コーヒーが美味しくてまた来られる方もいらっしゃるし、2匹の猫と一緒に、はい、僕がコーヒー今入れてますので、もしかして釜山に遊びに来る方がいらっしゃれば、僕があのこの下にカフェの住所とか情報を、あの書きますので、はい、ぜひ遊びに来てくださいね。ちなみにここの場所の名前がコンセルト・ボヌム、うんうん、コンセルトはドイツ語で、演奏する人とか演奏を聴きに来た人たちの集まりで、会場とかの意味でコンセルトというドイツ語で、ボヌムはラチン語で幸せ、幸せ、うん、で私たちがここでコンサートするとき、私たちも、聞きに来てくださる方々もみんなで幸せになってほしいなって思うだし、ということで、はい、ヒューもここでコンサートミニライブやってるんですけど、あの釜山でとても活動している演奏者たちも結構ここで、うん、あのミニライブしてて、みんなが幸せになってほしいなってこと思って、あの名前を作りました。そうなんですね、ぜひあの遊びに来てください。すみません、待ってます。はい、話が長くなったんですけれども大丈夫です。じゃあ今からあの本当の話を皆さんに伝えたいと思いますね、はい、本当の話がありますか、うん、今日ですね、はい、実はあのさっきあの言いましたあのチャンネル登録者4万人突破 と、日本の歌20曲のメドレーの、あと動画があの600万回以上再生になったの記念で、私たちがライブの一曲を、準備しましたよね、はい、うん、あの2万人突破した時が2年前だったんですけど、うん、あの時は命の歌、うん、
全てにありりががとうっての曲とう。ですごく話題になった曲だったんですね。まだ見えなかったは方い。いらっしゃれば、後でこの映像が終わってから、ちょっと探してみてくださいね。さあ、今日私たちが歌う曲ってどういう曲ですか？この曲は初めて聞いた時が日本に初めて行った時に、初めての頃ですはい、ね。初めて頃新幹 に線に乗った乗っ時。て最後降りる時に流れる音楽で私は覚えてるんですけど、新幹線でなんか流れる歌もすごく素敵だな。オルゴルの音みたいな歌詞がなくて、歌詞なかったんですか？演奏のオルゴルみたいな感覚の音楽だったんですけれどそれも、で、とても素敵素敵だなーっなて。メロディーだなーって思う曲。ティン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 テンテティンンティ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 リリンティンティリリ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 
理由があるんですよね。はい、うん、私たちが、もう600万回以上再生達成して、まあ、そのぐらい多くのたくさんの皆さんが見てくださったんじゃないですか。でそれで日本のあちこちの、あちこちで住んでいらっしゃる方々から、私たちが住んでいるところにもぜひ来て、コンサートをしてくださいという話がもうこの 2,3 年間本当に多かったんですよね。でそれをちょっと考えて、あ、日本のあちこちに私たちヒューを待ってくださる方が結構いらっしゃるんだって思って、日本のどこかに私を待ってる人がいる。この歌詞がもうパッと入って、あ、この曲だと思ったんですよね。それと、うん、まだ準備の段階なんですけど、うん、日本の、70代と80年代の歌謡曲、懐かしい歌謡曲をなんかコレクションで、うん、コレクションで、うん、ちょっと作りたいなって思って、結構恋人よと行かないでとかコスモスとか、伊藤とか、はい、うん、いろんな曲を集めてる準備の段階なんですけど、 そうですね、その中でこの曲が入ってて、もともとはクラシックギターと一緒にやって皆さんに聞かせたいなと思ったんですけど、まず私まだそんなに長寿じゃないんですけど、今回はキムさんのピアノで、はい、もういつもキムさんのピアノで私たちが歌ったんですけど、次は最近もうそれはちゃんとしたアルバムの時はですね、はいはい、クラシックのギター演奏者と一緒に、うん、70、80年代の日本の素敵な歌謡曲をカバーしたいと思います、はい、なんか YouTube しか会ってない方々とか、今回も福岡でコンサートやってるんですけど、もう遠くて行けないんですっておっしゃってる皆さんとの、なんかすごくヒューのことを待ってる皆さんとのありがたいことを込めてこの曲歌いたいなって思いました。そうですね、まだまだですね、皆さんになんか伝えたいことがたくさんあるんですけれども、一つずつ皆さんに動画で挨拶したいと思います。じゃあでは、今日は私たちが皆さんのために、準備した曲、いい日旅立ち、お届けしたいと思いますね。どうぞ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 。こっちですか。こっちですよ。じゃあせーの、どうぞ。